Wow, what a crazy show! 毎度おなじみ、うどんの番組、たくやクラブでございます。良質もこうなんか、札幌から始めて世界を知っていこう、はい、そういう流れなんですよ。おいおい、じゃあみんなで勉強しようということで、はい、もう参加者も呼んでありますか。はい、来て来て。ピーピーピーコトチピーコトチピーピー、このやりきっぷり、これからご当地検定をマスターしようって気合いにあふれますから。そうだね。鼻かぶってまんまです。一瞬カットしようと思って。いや全然いきますよ。赤字箱っていう有名な箱があるんですけど、はい、高いんですよ、はい。形状の一番の特徴と言われるもの、箱にね、ある特徴がある、体のある特徴と。何たこ焼きとかに関係がある？あまりないです、はい。タコそのものにどんな特徴があるか、味とかじゃなくて見た目の特徴です。いいヒントですね、今ね。はい。ちょっと待ってください。すごいことになってますね。これ大変だ。最後にしましょう。じゃあ、ヒカさん終わりました。じゃあヒカさんからお願いします。特徴としてカツオしかないです。タコの焼きの特徴じゃない、それは。あ、まあね、カツオしかない。赤焼きで、さっき書いてあるよ。そうですよね。ファインよ、美しいとこないよね。気になりますけど、何さっきだったら。じゃあ次、はい、じゃあどん。体が。ちょっと筋肉がっぽいよね。いやこれが、まあ、赤字タコってことですね。はい、じゃあ最後、タコお願いします。タコの形状。これが同じ問題の答えだ。体がある、海岸している、カツオしかない。ひどいな答えですが、はい、ドン、はい、角がある。角がある。あのね、あの上に近いです。なんだよ。あのね、目の上の、あの皮の部分がね、うん、はい、ちょっとね盛り上がってて角があるらしいんですよ。すごいじゃん。これね、触ると引っ込むって言って、明石のタコには角のようなものがあるらしいです。だから、まあ、あれ見たら正解ですよ。すごい、ね、あれ言うの。そら豆豆豆あーわー。誰が言ったか知らないが、言われてみれば確かにビールによく合う、そら豆あわの時間がやってまいりました。お相手はこの方。あ、はい、はい、あ、どうもこんにちは、社長です。最近どうですか。じゃあ1曲目を。はい、はい、今回のはミックストムさんからいただきました。これね、ファミコン CD デラックスより、あのスパイ&スパイの歌ですね。はい、はい、じゃあ聴いてみましょう。はい、どうぞ。2曲目、はい、はい、じゃあ使っていきます。はい、サノバビッチさんからいただきました、うん。これはですね、マタアリ CD、 お懐かしいです、ニートの歌ですね、はい、どうぞ。あ、見てみましょう。はい、はい、これは、ん？はい、じゃあ、ですね、第2回を近々終わりたいと思いますのでね。はい、じゃあもう、こんな感じで今ここにあのエンディングテロップがどんどん上がっていくんですよ。というわけで、皆さん、はい、第1回ユースご当地検定講座、いかがだったでしょうか。第2回でお会いしましょうの系です。さようなら。よりも第2回目。